逮捕されたのは、宮崎市に住む15歳から16歳の少年4人で、1人は高校生、3人はアルバイト従業員です。警察の調べによりますと、4人は今月7日の午前2時10分ごろ、宮崎市内の路上などで面識のある10代の男性に対し、暴行を加えた疑いです。4人は殴ったり蹴ったりしたほか、髪の毛を掴んで、 顔面を地面に叩きつけるなどし、男性に全治およそ2か月の怪我をさせたということです。警察が動機などを捜査しています。